こんにちは、バリンです。はい、ということでただいまはい、今お仕事から帰ってきて、今日はとあるアイスを買ってきたので、アイスを食べながらゆっくりとお話ししようかなと思います。ぜひぜひ最後まで見ていってください。それでは、ゴー。はい、ということで耳を澄ませて。この隣にね、今ウォーターサーバーがあるんですけど、ウォーターサーバーの音がすごいうるさい。静かにしてくださいずっとこの調子なんです。ちょっと音が聞き取りにくいかもしれないんですけど、今日はお仕事帰りに、じゃーん、セブンイレブンに寄ってこのマカロンアイスゲットしてきました。美味しそう。これツイッターでお見かけして、マカロンアイス大好きなんですけど、これの紅はるかが出たということで、今日は頑張ったのでご褒美でいただきたいと思います。いただきます。早速開けていきます。美味しそう、見てくださいマカロンだ。美味しそう。中がじゃん、こんな感じになっています。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。もう匂いがね、すごいお芋の匂いする。美味しそう、嬉しい。今日も一日お疲れ様でした。いただきます。乾杯。口、うん、うん、美味しい。これ何個でも食べれるやつだ。このマカロンの部分もめちゃめちゃサクサクで美味しい。さつまいも味のマカロン、これがさつまいも味のマカロンで、真ん中がさつまいもアイスと紅はるか味のソースが中に入ってます。美味しい。ソースめっちゃ美味しい。本当にやばいやばい。最近もうお菓子もアイスも大好きでたくさん食べちゃってます。うん、美味しい。ソース見せたいけどソースが中にあります。ハーゲンダッツも好きで、でハーゲンダッツなんかトートバッグがもらえるキャンペーンやっていて、10個買うと1個1個バッグもらえるんですね。でそれが欲しくていっぱいいっぱい買ってゲットしました。また届いたら皆さんにお見せします。マカロンって昔あんまり好きじゃなくて、あんまり好んで食べなくてなんですけど、美味しい高いマカロンを食べた時美味しすぎました。初めての時はなんかまだ口に慣れてない初めての感覚だったっていうのもあって、もうお砂糖の甘い塊っていうイメージがあったんです。でそれなんで買ったかっていうと、マカロンってすごいねって手に取って触っちゃったんですよ。そしたらポロって割れてしまって、もうこれはもう買うしかないってなって、そこで初めてマカロンを買ったんですけど、その時はあんまり得意じゃないなって思ったんですけど、美味しいマカロン食べたら本当に美味しくて、お仕事終わりのアイスほど幸せな時間はないですね今日はご褒美です。幸せ。あれ、美味しすぎてもうなくなってしまいました。もう食べ終わっちゃう1日アイス1個までっていう決まりはあるんですけど、もう今日は食べてしまいました。頑張ったからごちそうさまでしたちょっと最近顔が丸くなってきました。気をつけてください。はい、はい、もうちょっとおしゃべりしていこうかな。で最近すごいいろいろと順調な気がしていて、自分の中で。でね、最近というか今年に入って善光寺、長野の善光寺有名なんです。善光寺で WBC の時になんかすごい話題になってたんですけど、善光寺のね、お守りを持っていたっていうのですごい話題になっていて、黒の勝ち守りっていうのは売り切れだったんですけど、私このブルーの仕事守りを買ったんです。これ一応ね、ブルーとオレンジも入ってるので、ちょっとヴィーナスちゃんっぽいカラーでもあるなと思って買ってみたんです。そしたらもうこれ買ってからすごいなんか仕事運もアッ
ップしてるような気がしておすすめですおすすめというかもう私が今一番大事にしているものになります。はい、ぜひ善光寺行った際には買ってみてください。本当にすごい。あと最近はなんだろう、この YouTube ネタがなくなってきたっていうわけではないんですけど、どうやってどん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 作っていこうかを今すごい頑張って模索しているので、今後もぜひぜひチャンネル応援してもらえたら嬉しいです。私自身楽しんで YouTube たくさん動画作りしていくので、皆さんにも気になる動画だったりとか上がった際には見てもらったりとか、コメントもすごい毎回ねしっかり読んでいいねとかもさせていただいたりとか、普段からとっても皆さんにも感謝しています。ありがとうございます。今度質問コーナーとかもやっていきたいなと思うので、聞きたいことがあったらぜひぜひコメントお待ちしてます。あと他の SNS でももしかしたら募集するかもしれないんですけど、私に聞きたいこととかがあったらぜひコメント欄に書いてもらえたら嬉しいです。引き続きリクエストなどもお待ちしています。ということで、すごいね、仕事帰りのゆるっとした動画になってしまったんですけど、今日も見てくださってありがとうございました。皆さんも今日一日お疲れ様でした。ということで、今日の動画が良かったなって思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。そしてコメントもお待ちしています。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。